ほぼ現地メディアにも取り上げられた鈴木ゆいとさん、海外コップたちのリアルな反応がこちら。リバプールは今週末、ブレンディのストライカー、鈴木ゆいとをスカウトしたクラブの一つである。この22歳のストライカーは、今シーズン27試合で18ゴールの貢献をしている。海外コップのリアルな反応がこちら。我々にとっては物足りないブレンディの試合はほとんど見ている。ハードワークし、ネットの前で輝く瞬間もある。でも、僕らのレベルでは全然ダメだ。これは南野を思い出させる。このような平均的な選手では、マンシティに対抗することはできない。ゴール数ではなく、どのチームに対してゴールを決めたかが重要なのだ。誰？この程度の選手を見ているようでは、タイトルを争うチームにはなれない。一度くらい、有名な選手を買ったらどうだ？なぜ有名な選手と契約しないのか？来シーズンはマネーボール一色になりそうだ。ブライトン 2.0。ヨーロッパのバーゲン会場での買い物が始まった。もう日本人は勘弁してくれ。日本ファンの反応がこちら。鈴木ゆいとがエグいなリバプールのスカウトが視察しに行くレベルとは。ゆいとめっちゃ成長してて嬉しい。次は鈴木ゆいとか。マジでデンマークで頑張ってる。まだ早いっしょ、いい選手だけど。清水エスパルス出身の選手がリバプールに加入したら激アツ。絶対取らない安心感がある。ファビオいるしファビオでいいもん笑い。まだリバプールは早すぎるかな。さすがにリバポは早いな。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。